2022年7月27日、アメリカの下院議員らが、バイデン政権当局者から説明を受けた情報として明らかにしたところによると、2月24日にロシア軍がウクライナに侵略を開始して以来のロシア軍の死傷者が7万5千人を超えたとのことだよ。もうそんなに多くの人が被害に遭っているんだね。義はウクライナにあるって世論だけど、それでも人が犠牲になるのは悲しいことだよ。これは戦死者と戦傷者を合計した数であるが、この中の下院軍事委員会で委員を務めている民主党ミシガン選出のエリッサ・スロットキン下院議員によると、投入されたロシア陸軍部隊のうち 80% 以上が行動に行き詰まりが生じていて、兵員が疲労しているとの説明を受けたと述べたらしいな。何にせよ、ロシア側が苦しい状況であることには間違いないね。さて今回は、ロシア軍の死傷者が7万5千人超で、戦死者4万人との説もあることについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。さて、スロットキン議員はさらに、この日の状況説明において、この先の3、6週間にウクライナに対する支援について議論がなされたとして、以前よりウクライナのゼレンスキー大統領が供与を望んでいる長射程ミサイルエイタクムスの供与については民主党、共和党両党の議員から支持表明があったとしているよ。このエイタクムスはアメリカがウクライナに供与している高機動ロケット砲システムハイマースや、イギリスやドイツなどが供与している多連装ロケット砲システムマーズ M270 からも発射可能な射程 300km とされる精密誘導ミサイルで、バイデン政権はゼレンスキー大統領からの要望に対して、ロシア国内を攻撃する可能性があり、戦争の拡大や核戦争を招く恐れがあるため供与の予定はないとして、国家安全保障担当のサリバン大統領補佐官が発言したんだって。エイタクムスの正式名称は MGM140 で、アメリカのロッキード・マーティン社が開発製造している長射程の地対地ミサイルで、M270、M270IPDS、M270H といった多連装ロケット砲システムマーズやハイマースから発射することが可能であるとして、誘導システムのセンサーシーカー部分を変更することで対艦ミサイルとしても使用可能とされているんだ。7月に入ってからのウクライナ軍においては、このハイマースや M270 などの長射程ロケット砲システムや、西側諸国各国から供与された牽引式、自走式の 155mm 榴弾砲が続々前線に配備されていて、それまでロシア軍に対して劣勢であった、重火器による砲撃が対等の状況からむしろ上回りつつあり、それまでウクライナ軍や一般市民に大きな損害を与えていた大規模砲撃は影を潜めつつあるよ。ゼレンスキー大統領は7月26日のビデオ演説において、2月24日に侵略が始まって以降のロシア軍の戦死者数がすでに4万人を超え、負傷者はその数倍に達していると述べており、ウクライナ軍によるハイマースなどを用いた部隊攻撃や後方兵站施設破壊などが効果を表し始めているとの見方が広がっているね。そのために、ロシア軍が東部ドンバス地方においてルハンシク州に続き、完全制圧を目指すドネツク州での侵攻が停滞しつつあるだけでなく、南部でほぼ制圧していたヘルソン州において、ウクライナ軍の反攻を許すなど戦況に変化が見られ、ヘルソン州の州都ヘルソン市においては、占領しているロシア軍の重要な補給路であるドニエプル川に架かるアントニフスキー橋をハイマースで攻撃して通行不能にし、同市とその近郊に展開しているロシア軍が補給を断たれ苦境に陥っていることが報じられているぜ。ウクライナの反撃が顕著になってきたってわけだね。ロシア軍の死傷者が、実際に通算で7万5千人を超え、戦死者が4万人を超えたについて、その真偽は不明なんだけど、アメリカやイギリスの情報機関などからの発表として西側諸国のメディアが伝える情報では、その幅があるものの1万人から2万人の戦死者が出ていることは間違いがないと見られているよ。それら西側の情報機関やメディアの見立てでは、それでもロシア軍にはまだ、北大西洋条約機構NATO軍に対抗するだけの余裕があるとする見方もあるものの、大方はロシア軍においては兵力や戦車を含む装甲車両などの装備に多大な損害を出し、前線の兵士は疲弊し、西側諸国からの制裁によって精密誘導兵器などの製造に困窮している可能性が高いと見られているんだ。イギリス国防省は7月29日にロシア軍の兵糧補充について、ロシア軍のウクライナ侵略を戦争と認めないプーチン大統領の方針によって国内に大々的に動員令を発することができず、ウクライナで損耗したロシア軍部隊の補充に苦しんでいることを指摘した上で、プーチン大統領が民間軍事会社ワグネルの戦闘員を前線に派遣しているとの見方を示したよ。ワグネルについて詳しく。これまで、このプーチン大統領の私兵とも言えるワグネルはロシア陸軍の正規軍とは異なり、主に特殊任務に当たっていた存在なんだけど、正規軍の補充がままならないばかりか作戦行動において失敗を繰り返していることから、
ウクライナ侵略をいたずらに長引かせた正規軍を信頼していないプーチン大統領は、信頼厚いワグネルに金で兵を集めさせて前線に送り込んでいると見られているってわけ。このワグネルはロシア軍参謀本部の情報総局 GRU 出身のドミトリー・ウトキン氏が設立したとされ、その活動資金はプーチンの料理長とも呼ばれている新興財閥オリガルヒのエフゲニー・プリゴジン氏で、同氏は外食産業などで成功した実業家であり、プーチン大統領とは親密な関係を築いているとされているよ。ワグネルには3000人ほどの戦闘員がいると見られ、ロシア軍の別動隊的な存在としてシリアなどで暗躍したほか、アフリカなどでも活動してきたようだな。そのワグネルがインターネット上のサイトで、ウクライナに派遣する戦闘員募集の広告を出していることをロシアの RBC 氏が7月9日に報じているぜ。この戦闘員募集サイトは5月頃からオランダで登録されたとされ、シリアでの活動を紹介するビデオとともに、ワグネルはすでにウクライナで、シリアと同様に勝利していると実績を誇らしげに書き表し、申し込み欄にはロシア各地の電話番号や SNS アカウント名が掲載されていた他に、ウクライナ東部の新ロシア派武装勢力の地域の番号もあったんだって、RBC の記者が志願者を装い、仕事の内容や待遇、訓練などについて聞いたところ、対象年齢は24から50歳で契約軍人の経験があれば23歳でも可とされ、さらにウクライナでの戦闘経験があれば22歳でも可能であり、契約期間は約4ヶ月とされ、1週間の訓練期間の後にウクライナに送られるみたい。月給は手取りで24万ルーブル約57万円とされていて、これはロシア国内の収入平均の4倍にもなり、実績に応じて15万約35万円から70万ルーブル約166万円が賞与として支払われるんだって。すごく待遇が良いように感じるけど、実際は命の危険もあるし、ロシアに異様に使われて無駄死にする危険もあるからね。ワグネルは、シリアなどで拷問や虐殺などを行ったとの疑惑が持たれていて、ウクライナにおいても首都キーウ近郊のブチャで明らかにされた住民虐殺への関与が疑われおり、ロシア正規軍に代わって前線に配置されることで、再び残虐行為が行われることが懸念されているんだ。また、ロシアの独立報道機関であるイストリーズでは、このワグネルが刑務所の受刑者を志願兵として勧誘していることを伝えているよ。もう誰でもウェルカム状態じゃん。その内容は、6ヶ月間の任務を終えて無事生還すれば、赦免され報奨金として20万ルーブル42万円が与えられるほか、遺族には500万ルーブル約1070万円が支給されるとして、すでにサンクトペテルブルグやレニングラードなどの複数の刑務所で勧誘しているとされているんだ。ただし、ロシア国外に亡命中で汚職事件に反対している活動家のウラジーミル・オセチキン氏によれば、ウクライナのドンバス地方で兵士ボランティアを募集しているロシア連邦保安庁 FSB では、受刑者には契約書も所属を証明するバッジ類などを与えず、戦死しても遺体が親族の元に戻ることはないと説明しているとされ、ワグネルに集められた受刑者も同様に扱われ、約束が果たされることはないと見られているよ。このようになりふり構わず兵士を集めなければならないほど、ロシア軍が追い詰められている状況からして、プーチン大統領が総動員令を発することや、核兵器を使用する可能性が高くなっていることを懸念する声が高まっているってわけ。それじゃあ今回は、この辺で。次のコーナーに行くよ。ここからは僕の雑学の時間だよ。待ってました。今日の雑学は、睡眠についてだよ。最近テレビでもよく取り上げられる問題だよね。なんか自分がどんな睡眠をしているのかわかるホテルなんかもあるらしいな。今の時代様々な便利グッズもあるくらいだからね。そんな睡眠について解説していくよ。みんなは睡眠のゴールデンタイムを知っているか？確か22時から午前2時の時間帯のことだよな。そして、成長ホルモンが多く分泌されるため、この時間に寝れば美肌になれるという定説があるよな。お、よく知っているね。しかし、睡眠のゴールデンタイムに寝ることは重要ではないそうだよ。お肌と睡眠の関係で言うと、きちんと成長ホルモンが出れば良いそうなんだ。睡眠の質と成長ホルモンの分泌に関係があるということが最近の研究で明らかになってきたそうなんだ。眠りに入って2時間ぐらいの深い睡眠のところで成長ホルモンが多く分泌され、深い眠りのある良質な睡眠が取れれば、成長ホルモンは分泌されるため寝る時間帯は関係ないんだ。重要なのは時間帯ではなく良質な睡眠ということだそうだよ。そうだったんだ。だから今は自分の睡眠を測ったりできるやつもあるってわけだね。肌を気にする人はやっぱりちゃんとしてそうだよな。そうだね。ちなみに、睡眠時間が3時間以内だと病気のリスクが高まるため、大人は最低6時間の睡眠。そして、子供は身体の発達にも関係するため最低8時間の睡眠を取る必要があるそうだよ。最近気温が高いから、ちゃんと良質な睡眠をとって、
この夏を乗り切ろう。それじゃ今日の動画は終わりだよ。チャンネル登録してね。